よし、このまま行けば僕の勝ちだ。思いのすまない。なに、抜かれた。くそ、こうなったら遊ばない。機体の制御が、貴様、ああ、しまった、機体の制御が、ドアー、しまった、うおー、いってー。あ、大丈夫か。大丈夫かではない。貴様わざとぶつかってきたの。いや、わざとじゃないんだ。それより、ここは一体、あ、無人島みたいだな。ひとまず助かったけど、こっからどうしようかな。なんだあれ、あれは大量ドラウンド。まずいことになったな。何が。確かこの島では夜になると大量のドラウンドが出現するのだ。なんだって。仕方ない、今すぐヘリコプターを作ってこの無人島から脱出するぞ。そうだね。貴様との決着はその後だ。よし、今すぐヘリコプターを作ってこの島から脱出する。ヘリコプターに乗ってみたいという人はチャンネル登録と高評価よろしく。ウォーターチャレンジのスペシャルブックが4月1日に発売決定。予約は概要欄をチェック。よし、それじゃあ急いでヘリコプターを作っていこう。ミスター X は結構作業が早いね。負けてはいられない。さーて、じゃあ僕はここに作ってっか。まずはヘリコプターの土台を作る。よし、オッケー。じゃあ次はヘリコプターの足部分を作っていこう。そうだね、この黒いハーフブロックを使ってこんな感じかな。左右対称に作っていこう。ブロックを積み上げてこういう形にしていけばヘリコプターの足っぽくなるかな。さーて、反対側も同じように積み立てて、よし、完成。じゃあ続いてはボディを作っていこう。フロントのガラス部分を積み立てて、まあ広さはこんなもんで十分かな。そうしたら残りのボディを仕上げていこう。よーし、ヘリコプターのボディが完成した。さーて、ミスター X はどんなの作ってるかな。あい、意外といいの作ってるじゃないか。なんだかムカつくな。黙々と作業してるな。よし、じゃあ今のうちにいたずらを仕掛けちゃおうかな。さ、アイテムを取り出して罠を設置していこう。ピストンからのレッドストーントーチ、そして金床を置いてボタンからのベルを設置。さ、ミスター X を呼び出すか。これで OK。 さーて、出てくるかな。あ、来た。騒がしいな、何の音だ。あー、すまない。なんだ。うまくいったな。へえ、すっきりした。さ、切り替えて次はヘリコプターのプロペラ部分を作っていこう。プロペラに関しては2つ作るんだけど、今回はまずこの後方部分から作っていこう。そうだな、こうやってちょっと尻尾みたいに長く伸ばしていって形を整えていこう。まあプロペラだからね、十字型に作っていこう。さてと、ここまできたらあとはレッドストーンブロックを4マス伸ばしてプロペラっぽくしていこう。よし、オッケー。あとは見栄えを良くするために鉄のトラップドアを置いていこう。よし、1つ目のプロペラが完成。じゃあもう1個のプロペラを作っていこう。さて、もう1個はそうだね、ここに作っていこう。まあそうだね、さっきとはちょっとデザインを変えていこうかな。トラップドアでプロペラっぽくしていこう。よーし、ヘリコプターの外見は完成したな。あとは中身を装飾すれば完成といったところだ。というわけで次は内部を装飾していこう。まずははしごをつけて中に入れるようにする。そうしたらお次は窓ガラスを作っていく。こんな感じでね、ガラスブロックをはめていけば、よーし、窓ガラスの完成だ。あとは中身を装飾すればもう完成だな。いい感じにできてきたな。これならば無人島を脱出できる。だがその前に、すまないに仕返しをしなくてはな。ほう、奴もなかなかいいものを作っているではないか。だが
気に食わんな。よって今から奴が必ず引っかかる最強のトラップを作っていくとするか。確かすまないわ、食べ物に目がなかったな。ならばこのケーキを使って奴をおびき出す。しかしこのケーキを食べた瞬間奴は爆発する。さて TNT トロッコだが、これは重ね合わせることによって火力が増すのだ。さて準備完了だ。あとは奴が来るまで待つか。ん来たようだな、すまない。はい、ミスター X、 何やってるんだって。あ、これは、ああこれか。今ケーキを作ったんだ。 うまそうなケーキだな。要は今ちょうど腹いっぱいでな、食べていいぞ。さて奴は間違いなく食べるに違いない。やったー、ケーキ食べられるぞ。ちょうど腹減ってたんだよね。いただきまーす。ざまあないな、すまないよ。くそ、ミスター X にやられた。やばい、日が落ちてきて間もなくドラウンドが出現する。早いとこ内装を完成させないとな。というわけで今から操縦席部分を作っていく。そうだな、こうやって鉄のトラップドアを置いてレバーを置いて、ああそうだ、ここにはエンジンと操縦口をセットしないとな。よーし、オッケー、これで操縦席部分は完成。そうしたらここでも最低限の生活ができるようにベッドを置いて、あとはチェストを置いておくか。そうだな、あとは戦いになるかもしれないからな。ここにダイヤモンドのアーマーをセットしておこう。で、戦うための武器と盾、あとは金リンゴも入れておけば準備は万全だな。さ、こんなところか。あとはそうだな、トイレとかも絶対に必須だよな。よし、じゃあ今ここのスペースをトイレにしていこう。よし、こんなところか。トイレのスペースは確保したから、今からここに実際のトイレを作っていこう。そうだな、アーマースタンドを入れて階段からのレッドストーンブロックを置いていく。そうしたらここにダイヤのヘルメットを置いて椅子っぽくしていく。あとはそうだな、この旗をつければトイレっぽくなったな。あとはトイレットペーパーを設置していこう。この中に旗を入れてぐるぐる回して、ここに石のボタンを設置すればトイレットペーパーの完成だ。さーて、これにてトイレは完成。あとはさすがに仕切りがないってのも良くないよね。鉄のドアを設置して内側が見えないようにしていこう。さーて、出るときはこのボタンを押せば出られると。よーし、内装は完成だ。さてと、ちょっと時間の余裕あるし、ミスター X のってあいつ結構いいの作ってるな。あー、なんだかまたムカついてきたな。さっきやられたこともあるし、ちょっともう一回いたずらしちゃおうかな。まずは足場ブロックを積み立てる。さ、結構高く積み上がったな。そうしたら一旦上に行って足場ブロックを拡張していこう。今から何するかって、それは見てからのお楽しみだな。さーて、準備は完了。あとはこの中にマグマを入れていく。もう分かったよね、足場ブロックは足元を壊せば一気に崩れるから、これでミスター X のヘリコプターの上からマグマを垂らすのさ。というわけでもう一回ベルを設置して鳴らしてミスター X を呼んでいこうか。あとはドライ、さあ行ったぞ。これで上からマグマが降ってくると。まったく、一体何の音だ。さーて、上から着々とマグマが迫ってきている。焦るかな、ミスター X は。何、マグマだと、なぜそこから。結構慌てふためいてるね。いいぞいいぞ、さあ止める術はない。なぜだ、なぜ上からマグマが。すまないの仕業か、よくも。あ、いい感じいい感じ、ヘリコプターを乗り込んでるね。あ、しこ、よーし、ミスター X を倒した。それでは気持ちを切り替えて最後の仕上げをしていこう。あ、しまったしまった、ふざけていたらもうほとんど時間がないね。よし、そうしたらここにいざという時のために爆撃装置を作っておこう。このヘリコプターを飛ばして
上から爆撃できるようにシステムを設置していく。さーて、今ディスペンサーを設置して、あとは上からレバーを設置すれば完成だ。さーて、そうしたら最後にいざという時にここから脱出できるようにしておこう。ここに焚き火を設置して、あとはね、このダイヤモンドパラグライダーを使えば、よっと、こんな感じでね、危険が迫ったら緊急脱出することができる。で、これはね、飛んでる原理としては、この木の上にいるとちょっと飛べるようになるんだよね。というわけで、もう少し焚き火を増やしていこう。こうすることによってより高く飛ぶことができる。じゃあもう一回試してみるか。やった、ここでパラグライダーを展開して、いけるか。おお、いったいったいった。でね、もう一回木の上に来れば、おお、さっきよりも高く上昇できるね。よし、これで完全に準備が完了。って何やってるんだ。 TNT キャノンの実験でもするか。え、今 TNT キャノンって言ったか。おい待て、見た、あいつ、おいちょっと嘘だろ。悪いな、すまない、わざとじゃないんだ。いやこれはどう見てもわざとだろっていうか、やめろ、せっかく作ったのに全部壊れてしまうじゃないか。ああ、性能実験はこれぐらいでいいか。ミスター X、 よくもやってくれたな。悪い、当てる気はなかったんだ。くそ、急いで修復しないと。なんとか修復間に合った。これでドラウンドから逃げ切ることができるね。って、おいあっぷれ、気がついたら、ってなんだこの量は、やばいぞ。早くヘリコプターに乗り込んで、一旦ダイヤモンド装備をつけよう。この中には入ってはこれないと思うけど、戦える準備はしておこう。さあ、これで準備完了。あとはそうだな、グライダーと剣と盾、金のリンゴを待てば万全だ。おい、なんなんだこの数は、さすがに多すぎるだろ。やばい、戦ってる場合じゃない、早くヘリコプター。って、あれ、敵が多すぎて離陸することができない。こうなったら下のドラウンドを追い払うしかない。一か八か、この爆撃装置を使って、しまった、ヘリコプターを壊してしまった。やばい、この数はさすがに勝てない。仕方ない、こうなったらグライダーをつけて緊急脱出するしかないようだな。よし、グライダーを広げて脱出。よし、なんとか脱出したな。ただおい、まだ来るじゃないか。しかもトライデントを投げ続けられたら僕は持たない。やばい、どうしよう、このままじゃやられる。ヘリコプターも壊れちゃったから、もう逃げ場がない。くそ、これで終わるのか。何の音だって、なんだ、何をボソッとしている。すまない、早く乗れ。ミスター X か、くそ、今はシノゴの言ってられないね。入るぞ。助かったぞミスター X。 助けた覚えはないが、貴様を倒すのは余だ。こんなところでやられてもらっては困る。ミスター X、 まあそういうことにしておこう。よし、これは爆撃装置だね。よし、これを起動する。すまない、そのまま爆撃を続けろ。なあ、言われなくたってやってやるさ。すまない、すまない。さあて、外はどうなっている。ドラウンドはまだいるね。まあこのまま逃げてもいいけど、できれば全部倒して帰りたいよね。この島にドラウンドが残ってると、もし万が一次の人が来た時にやられちゃうからな。よし、あのドラウンドを全て倒せ。ミスター X、 前進だ。世に指図するな。いいから前進だ。すまない。下は一体どうなってるんだ。倒せてるのか。命中をしている。さーて、結構やったが、これでラストか。全てのドラウンドを倒したぞ。本当か、一応確認するか。まあ僕のヘリコプターは粉々になったけど、ドラウンドは全て倒せたみたいだね。へえ、よかった。っていうか、このヘリコプターすごいね。ミスター X がこんなものまで作れていたとはちょっと驚きやって、あった、しまった、足を滑らした。何をバカなことをやっている。すまない、す
ライミスター X、 ちょっと降りてきてもらえるか。仕方ない、こんなところでやられてもらっては困るからな。ああ、すまない。よし、相対速度を合わせて。あれ、なかなか加工できないね。よし、ここまで加工すれば。よし、あとはドアを開けて。ふー、助かったミスター X。 勘違いするな。要は貴様をこの手で倒すために生かしてやっただけだ。次やった時は必ず倒す。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。よかったら他の動画も見ていってくれ。積み重ねてぶっ壊せ僕、なくせないぜちっぽけなブラック。